はい、えー、それでは大阪大学のですね2020年度の刑法に入ってまいりましょうさあ問題文の方をご覧くださいさてさて、えー、問題文なんですがそんなに長くないですよね、えー、問題文そんなに長くないんですがね刑法ではよくあることなんですけれどもねあの問題文長くなくてもですねあれ結構書くこと多いかなもしくはちょっとあれ 結構複雑なんじゃない、これみたいな、あ、そういう問題も出てきたりします。ホモンっていうのはですね、問題も短いんですけれども、あれ、なかなか、まあ、構成が難しかったり、どう書いていいのか分かんなかったり。行為をどう分断していいのか分かんなかったりとか、あ、そういったことがね、起こりうる問題なんじゃないかなというふうに思っております。はい、で、ホモはこう乙の在籍について論じなさいということですよね。一般的にですね、こう乙というふうに登場人物が二人以上出てくる場合っていうのは、あ、ですね。共犯関係を疑えということなんですね。で、共犯関係というのは、まずね。ね 分析してからじゃあどう書いていくのかっていうのを決めていくとわかりやすいかなと思います。えー、ね一般的にですね書き方として、甲の財積、乙の在籍一番大きな枠組みを。 王の在籍、おつの在籍というよですね、人ごとに書いていくかどうか、あるいは誰々のどういう行為というね、行為ごとに書いていくかどうかということですよね。はい、えー、いろんな構成の仕方があるんだと思います。で、人ごとに書く場合っていうのは何かっていうと、誰かね、例えば王、おつさんがいて、全部の実行行為を王さんがやっている。で、おはそれに対して何らかの関与をしている。こんな場合は人ごとに書いていくと書きやすい。あるいは全然関係ない。 ねえー、2人いるんだけれども単独犯全然関係ないね、えー、行為をやってる場合これは人ごとに書いていいと思うんですけれども、ねえー、こうどこかで共犯の場合一、ね、つはですね絶対ね、えー、これはですねこういうことに書かなければいけない場合っていうのは例えば「公」が実行行為の一部をやって「オツ」も実行行為の一部をやってる場合ねこれは人ごとに書いていったら厳密に言うと犯罪がまあ成立しないということになるんですね。 この行為とです、ね、結果との間に、まあ、犯罪が成立しないというか未遂罪に,なりなにしかならないというようなことあるいは犯罪が成立しないということもあると思うんですけれどもね、えー、いうことになります。なのでそういう場合っていうのは一部実行全部責任ね、えー、オツがやったことはこうも責任を負うこうがやったことはオツを責任を負うというねこの一部実行全部責任というね、えー、こういうことっていうのを言わないとですねお互いに犯罪が成立しないだからこそ60条がある。でそこここででではは条ののの要要件件検討しないといけないいここ、ね、いとけ普通性犯罪の の構成要件該当性と60条の要件重塞性っていうのを一気にやらないといけないんですねそういう場合はね。それが1点 いいですかもう一回言いますけれども、ね、行為ごとに書かなきゃいけない場合っていうのはあですね行為者の、ね、一部の人が一部の実行行為をしてでもう一人が一部実行行為をして足したら一つの実行行為になるような場合です。これが一つそれからですね書きやすい場合、ね、これは別にです、ね、人ごとに行為ごとに書かなくてもいいんですけど人ごとにですね書くと書きづらくなる行為ごとに書いた方が書きやすい場合っていうのが存在するんです。これれどういうういいい場合かってててと例えばある行行行為為にについてはですね甲さんが実行行為をやってそれに対して オツが関与するある行為についてまたねこうさんがやってオツが関与するところがある行為については実行行為をオツさんがやってそしてそれに対してコウが関与してるみたいな時ねこういう場合って例えばこうから書いていくと今言ったね3つの行為の最初の2つに関してはコウは単独範で検討すればいいわけですところがこの3つ目に関してはね、一言に書いていくコウから先に書いていくんですけど別にコウが実行行為してるわけじゃないから オツの行為を前提にそれに対して共犯が成立するという風に書かなきゃいけないね、公述のようにみたいな構成をしなきゃいけないしね、ちょっとミスってしまうとこうの在籍のところでオツにはこの在籍が成立するから犯罪が成立するからこうにはこの犯罪が成立するこの共犯が成立するみたいなことを書かざるを得ないんですねそうなってくるといやいやそれは おつで書くべきでしょ。ってなるんですね。そのおですね。おつの行為についてはね。だからそういう場合っていうのはですね。それは行為ごとに書いていった方がやっぱり書きやすいよっていう場合があります。でまさに本文っていうのはまあそういったところのちょっと可能性があるので、えー、ですね、えー。答案では後で見るように行為ごとに書いているんだということになります。はい。まあ一言に書いてもまあ本文ではギリギリオッケーかなというところではあるんですけど。まあでもそうか。えっ、ー、と両方がねまあ行為をしているものがあるのでやっぱりそれは行為ごとに書かなきゃいけないということですね。はい。 失礼しましまた今言ったように先ほどね言ったようにですね、えー、交互に何かやってる行為ねこうとおつっていうのがですね、えー、2人で1つの実行行為をやってるような場合がありますからやっぱりこれはこういうことに書いてた方がいいんですね。はいいよろしいでしでょうか さあそんな感じでじゃあそれをね前提にどういうふうに分析していくかっていうとやっぱりねこういう形でですね行為を抜き出してあげるで悪そうな行為というのも抜き出してあげるんですけれどもまずはねえこのですね行為を抜き出してあげるでそれにですね法益侵害ないしその危険性といいうものをねえ1つ加味していってっあげるんだといううことにななりますそってくると行為に関してはバックをオツに投げつける行為これはオツと B の身体というものねえこれをまあ法益侵害としての危険というのがまあ,ありそうだということですね。はい それから丸二 B を足下にした行為とこれは B の身体ということになるわけですはい他方、えー、オツに関してははい B を足下にした行為ということこれも B の身体それから B のハンドバックから三枚を抜き取る行為これは B の財産ですよねはいこういったことがまあ,あ浮かんでくるかなと思いますでさっき言ったようにですねはいコートオツに関してこれバラバラに考えることはできませんね、えー、丸一と丸一に関して、ね、このコーの丸一バックをオツに投げ,投げつける行為に関してはですね、えー、これこれでいいと思うんですけれども。 はい、えー、このですね B を足毛にした行為に関して見てください、ねえー、ここ B を足毛にした行為に関してはですね、えー、これはあこれ2人で、えー、ですねい一緒にやってるんですねこれはね。 はいなのでまさにこれは一部実行全部責任としてここね、えー、この共犯関係というものを検討していかなきゃいけないすなわちまあ共同正犯なんで六十条の要件重複性っていうのを検討していかなきゃいけないということになりますでプラスアルファはこのオツの丸二の方ですね B のハンドバックから三万円抜き取る行為ということになりますこれ B の財産ということででねオツは単独犯でいいんですけどこれに関してコウが関与しているかどうかということね関与しているかしてないか後でまあ出てくるんですけどね、えー、そういった意味でもこっちを先に確定してからまああですね、えー、このコウの の在籍といいう形にななるので、まあ、いろんもま公が単独でやってるわけでもないし乙が単独でやってるわけでもないいろんなものが入り組んでるのでやっぱりこれは行為ごとに見ていくということ行為ごとに、えー、答案のね構成をしていくと分かりやすくなるのかなというふうに思います。 はいいよろしいでしょうかでまあその中にね、えー、いろんな論点というのが出てくるということでもちろんね、えー、条文の要件重足性構成要件というのは条文の要件重足性ですで条文の全ての条文の要件重足性を意識しながらあとは違法性阻却自由責任阻却自由があればその部分に関して書いてあげるという流れですね最終的に問われているのは犯罪の成否ですから犯罪の成立要件である構成要件該当性違法性責任これに関して、まあ、基本的に検討していくただあ違法性阻却自由と責任阻却自由というのはそれがある場合に限ってだけやるとなぜかっていうとまあ 公正要件に該当すれば通説は違法性と責任が推定されますよねはい。なので違法性がね、訴訟自由がないとか責任訴訟自由がないということを一時書く必要はないということですねはい。よろしいでしょうかまあそんな前提でちょっと見てまいりましょう はいまず第1ということですはい高が持っていたバッグをオツに向かって投げつけた行為についてということになっていますはい、えー、これに関してはですねオツに対する暴行罪が成立しないかということで問題提起していますねはいで上記冒頭はあですねオツという人の身体に向けた不法な有形力の行使であり暴行行為に当たるということですねはい、えー、こういうふうにですねまあ明らかな部分に関してはですねこの条文のですねこの要件というものですよねはい要件を示してあげる プラスアルファ定義を示しながらもうあえて事実と定義というものをもう混ぜながらね、えー、認定していってあげるただし全ての要件を検討していくんだということになるわけです。い,いですね、はい、暴行,行為にあたると そして、当学校の認識によがる。まあ、一応行為も認定するということですね。したがって、同罪の構成要件該当性を充足する。これは、この構成要件該当性を充足するって、毎回書くわけじゃないんですが、ですね、本文に関して、はその後に見ていくようにですね。えー、この責任阻却事由、違法性阻却事由ね、えー、この検討していくので、その前振りとして、これを示しているんだ、ということになります。はい、括弧に、また、オツはオツをね、こう。脅かそうとして、マンションの階から飛び出しているに過ぎないので、急迫性の侵害が客観的に存在するような事情がないと。なので、生徒防衛も成立しませんので、違法性阻却事はないですよ。 だけど3最もこうは見知らぬ暴漢が襲いかかってきたものと思い込んでいるので事故の身体に対する切迫した放棄侵害の危険すなわち迫性のの侵害があるるもととと誤信しているということですね、はい、そして女性であるこうは自分の身を守るためすなわち防衛するために持っていたバッグを暴漢と思われる男に投げつけるというやむを得ずにした行為を行ったという認識を有しています。 このような場合犯罪事実の認識によって規範に直面し反対動機を形成したとは言い難いしたがってこの場合誤想防衛ととしてて責任行為が訴却されるいいうふうふに言っていますもっとこれ論書を皆さんね、えー、用意してると思うんですよなんかね「故意うう責任の本質は云々ぬかんぬん」みたいな形でねただしまあこれ全体として結構書くこと多いんですね書くこと多いですだから点数を最大化するというところにおいてはですねまあ,あですねあえてここに関してはあまり法律論に関して展開してない、えー、特に故意論に関してはあまり争いがない部分がありますのでえー。 ですね、ここに関しては事実だけを使ってあげて、えー、法律論に関しては少しだけ示しているにとどまっています。ここれはちゃんととと明確な理由があるということですね要するにメイン論点として三段論法として書いていく部分っていうのはもちろん全体の中でね 全体の中でですねどれだけ事実が使えるかあるいはあ結論が変わりうるのかどうかこういったところですよねこういったところの総合考慮でですねどのぐらい書くか三段論法で書くかを決めていくもちろんあとは全体として、えー、どれだけ点数を最大化できるかという観点ね本文というのはまさにその3つ目のね点というのはとても大変これを全部書こうとするとなかなかこれでね処理しきれないかなというところなのであえてこのような形にしていますと特に小異論の場合は一般的にはですねまあ、責任小異の部分も含めてなんですが法律論の論証の部分に関してはあまりやらないかなと個人的には思っています。 はい恋責任の本質はとかね、えー、勉強したての時にね覚えもうね、えー、なんていうかね非常によく勉強しますよねだから書きたくなるんですけれどもそこままで点数がまあななないいいんじゃないかなとううふうに思ってますそれよりも事実を示して、えー、最,最後まで書ききるということがね、えー、一般的に求められてますしこの問題にも求められてるんじゃないかなと思います。 はい責任行為としてが誤送行為、えー、として責任行為が即約されるということですね。はいで次縦2です今度は B に対する障害罪が成立しないかということです。はいで括弧1の部分はい暴行です暴行も結果的過剰犯としての障害ということでここはもうあっさり、えー、ということですねまあ一個一個要件検討してあげているということになります。ここも別に三段論法とかじゃなくてただし全ての要件検討しているっていうだけですこれねはい括弧の部分ね。 それから2最も B はたまたま通りかかったにすぎず公は常記行為時に B を認識してないなので公正要件的行為が認められるかということになっています。 はい、まあこれに関してはですね、まあ、そうは言うもののですね、えー、意外とまあ事実が使えたということなのでまあここら辺で一つ三段論法を使ってあげようということですね、まあ、全体の中でどこでね三段論法を使っていくのかということでホモは明らかにですねこの B に対する暴行剤の方が全体として問題になっていますでここではねなんでこのね論証みたいな三段論法をしているかというとその後のまあ語彰膀への一種というところにもつながってくるからあ全体としてねやっぱり論証をここで示しておいてあげようということなんですね。はい まあなのでそういった意味ではですねこの「オツ」に向かって投げつけた行為の部分の誤想覚えの部分で行為責任のの本質を本当は書いてももかかったのかもしれませんその場合は今度は B の方に対して B の論書の方に関してはねちょっと減らしていくということですよね。はい まあでも書くことは変わりませんのでどこで何を書くかってただそれだけの話なので全体としてね何か書くことが増えるというわけじゃなくてオツの部分でまあ論証がっつり書いちゃうのかまあ B の部分で論証がっつり書いてしまうのかでこの場合私としてはですね B に対する障害罪の方に関してはメインだと思ったのでこの B の方で法律論に関してはちょっと厚く書いてるよということですね はい、で公正要件的行為としてはこれはまあ法定的に、ねえー、不合説というものあとは、故意の個数の話というものを、ね、回復だけだということになります。で、当てはめね、こうはオツに対してです、ね、バックを命中させるという認識に用があったところそのバックが実際、B に命中しているのであるから認識してないよと発生した事実は人に対する暴行という点で共通しているということです。なので、故意がありますので成立しそう公正要件該当性を充足するということですね。 はい。でここからは争いがあります。要するに防衛行為のそのね第三者に対するま効果みたいなものがあここではね出てくるところであります。それに似たものですよね。似たものということになります。はい。えー、ここではま正当防衛状況も緊急避難も客観的には存在しません。だけど前日のようにこうには主観的に正当防衛の認識があると。 と,いうことですそうするとすればですねたとえ第三者に対する行為が客観的に緊急行為性を欠いている場合であったとしてもこうは規範に直面し反対動機をですね形成したとし得たとは言い難いということですねしたがって誤想防衛の一種として責任行為が阻却されるんだというふうに、まあ、ここでは処理しています誤想防衛の一種というところが大事ですねこれに関してはねはいよろしいでしょうか 護送防衛の一種ということね、まあ、これはいわゆるね、えー、裁判の例というものを一つ使ってあげているという部分になります。はい、よろしいでしょうか。なので、えー、ですね、まあいろいろま正当防衛説、緊急避難説あると思うんですけどもね、シチュエーションとしては護送防衛の一種が一番まあわかりやすいのかなという風になところだったのでこれで書いています。はい。 で、これがあ第一の文ですね。はい、第二です。甲と乙が相互に、交互に B. を足蹴にした行為についてということですね。はい、これに関しては、まあ、障害ということなんですけど、これはね、えー、障害ということと、プラスアルファ、あ二行目からですね。甲と乙は仲が悪い B. をこの際、痛めつけてやろうとして、意思を通じて、上記行為に及んでいるんだということになるわけです。はい、で、これは当該行為について、事故の犯罪として、積極的に参加するという正反意思を前提とした。障害の競合であり、共同して犯罪を実行したと言えるということです。ここで、ちゃんと六十条の認定をしてあげるということですね。これによって、初めて。 ねえー、オツの行為かコウの行為かどっちかによって、ね、厳密に言うと障害が発生してるかもしれないんですけれども、はいえー、両方、ね、コウがやった行為はオツも責任を負しオツがやった行為はコウも責任を負うという関係になるんだということですだから全体としてコウとオツの行為によって障害が生じているんだということが言えるということですねはいななののでで、えー、これははすすすね障害罪の強制案が成立するようといいになります、はい、ラストですオツが B のハンドバッグから3枚を抜き取った行為というこ,とです、ねはい、これに関しては強盗罪が成立するかということになります はいあとはあ合同罪ということなのでまずはねこれ単独犯として検討していきましょうということですはいまず暴行っていうのはですね犯行を抑圧する程度の暴行である必要があるんだということですでこれは気絶したふりをするほど恐怖と苦痛を感じているんだということなんですがはい、えー、ただしですねここでポイントっていうのは当初からねまあ,あ財物脱出の 意図はなかったんですねそしてといいうを見てくださいそしてオツは上記暴行の当初は財物を奪取する意図はなかったもののこのような意図を生じた後もな,となおね犯行抑圧状態を維持継続させる程度の暴行をしていることは明らかここら辺のちょっと認定がねこの事実からどう読み取ればいいか難しいところなんですけどなんかバーってボコボコにしてた犯行抑圧の、ね、状態をボコボコにしてたということですよねで途中からちょっと財物奪取の意思があった後も多分暴行脅迫をしてたっていうのがね多分事実として読み取れるちょっとここが事実として明らかじゃなかったところなんですけどそういうふうに読み取りましたはいなので、えー いいわゆるる状態を維持継続させる程度の暴行ということですねこれが財物奪取以降ね、まあ、新たな暴行がなきゃいけないんですけれどもね、えー、これはですね当初からまあ犯行抑圧状態があればそれを維持継続させるこれはよく出てくるところですよねこれはかけるようにしておきましょうしたがって同罪の暴行が認められますとあとは財物を合取したっていうね要件検討をするだけということになります。 ただし3です最もオは、はい、B が気絶したものと思い込んでいるということですそのためですねコとオツが共同で B を蹴り続けている際に当該暴行により反抗抑圧し財物を合致するという意図はなかった 単に、ね、主観としては気絶している B の占有する他人の財物たる3枚を摂取するという窃盗罪の行為を有するに過ぎないこういう認定をしています。このしいところですよねね問題に関しては、ねはい、なので他人の財物たる3枚を摂取するという窃盗罪の行為を有するに過ぎませんので、はい、上記行為には強盗罪は成立しませんということになっています。はい よろしいでしょうか。ただしですね、要するに三十八条二項によってですね、要するに軽い罪のね意図だったで実際に重い罪を成立ね成立させてしまった場合は三十八条二項によって重い罪は成立しないと言ってます。じゃあ何罪が成立するのか実はどこにも書いてないんですね。はい。でこれに関しては軽い罪としての窃盗罪の認識があるわけですから、この実際起こった強盗のねまあ客観的な強盗行為というものの中にですね、その窃盗罪というものも起こっているというふうに言えれば客観的構成要件該当性としてね窃盗罪の。 百科的公正要件該当性を充足するのであればそれに見合う窃盗罪の行為があるわけですから窃盗罪が成立するとだからあまあ厳密に言うとここに関してはですね錯誤論ではないということなんですねはい、えー。窃盗の意,意図を持ってたとそれで重たい犯罪をやっちゃったその場合は重たい犯罪は成立しないだけどじゃあその故意に見合う窃盗罪に見合う行為が実際に起こったのかどうかって話 その客観的に起こった強盗罪の中で窃盗罪もやってたというふうに言えれば当然に行為が認められるという関係なので厳密に作語論じゃないというところは押さえておきましょうはいよろしいでしょうかええー、いうことですなのでこれは窃盗罪が成立するということですねまあここでは要するに強盗罪と窃盗罪は意思に反して財物の専用移転するという点で構成要件的な重なり合いがあるんだというふうにしていますはいなので窃盗罪が成立するということですねはい なのでオツに関しては窃盗罪が成立するということになりますで公に関してはどうなんですかってことなんですけどこれは状況については全く気づいてないので窃盗罪の現場凶暴も認められないということですあとは現場凶暴を認められない場合ねでも公とオツはですね凶暴をやってますよね凶暴を行ってますだから凶暴の射程っていうのも考えてあげましょう凶暴の射程っていうのはその凶暴がない場合にその前に何かそのね、えー、今問題となっている2社間で、えー、ですね凶暴があった場合にその射程が及ぶかどうかって話です本文では障害罪のね凶暴があったんだけどこれはさす さすには、ねえー、このののですねね河野在籍の3行目真ん中ら傷、ね、害行為と窃盗行為は犯罪の性質として異質なものである以上当初の共謀の射程が窃盗行為に及んでいるとは言えませんということであっさりにね否定していますしたがってこれは共同して犯罪を実行したとは言えないのでこ野には窃盗罪の共同性犯成立しませんという結論にしています。はい、あととはは罪数ね罪数ねに関してはあまあ併合罪と いう,うにしたらそこに来ましよね。はい、よろしいでしょうか。なのでこれ結構書くこと目白押しなんですね。目白押しなんですね。なので、えー、どこをねどういう風に書いて点数を最大化するのかということは意識しながらもちろんねこれは一つの回答例ですからあこうじゃないね、えー、この正解というのはあり得るところですね。え私であればあですねここに関してはまあこのぐらいでまあ、全体としてどのぐらいのねバランスになるのかということですね。まあ、こういう判断をしましたけど皆さんの中でもねこの点数を最大化する時にはここをもう少しね伸ばした方がいいんじゃないかとかここ もう少し削った方がいいんじゃないかとかいろいろあると思いますだから私としてのベストはこれだということなので一つ参考にしてみていただければいいかなと思います刑法に関してはこういうことがよく起こり得ますので、えー、ですね、その対策としてはねあとはあですね60分のものに関して例えばね60分の ものをね想定されているとすればそれを50分で書き,書き切ってみるとかね、えー、いうことこういうこともやってみてもいいかなというふうに思いますその中でどうやって点数を最大化するのかあーということをね練習しておくとですね自在にですね、えー、ここはちょっともうはしょっとこうとかねここはもう定義だけ出すようにしようとかね、えー、いうことが分かってくるようになりますのでそのトレーニングをやってみてください。はははい、えー、それれでで2020年度の刑法はこれで終わりにしましまょう